ウィリアム・ローレンス・ブラックは、オーストラリア生まれのイギリスの物理学者。現代結晶学の創始者の一人。X 線解説を用いて、物質の構造を研究した。1915年、25歳の時に、父であるヘンリー・ブラックと共に、ノーベル物理学賞を受賞。キャベンディッシュ研究所所長を務めていた1953年2月。 同研究所のジェームズ・ワトソンとフランシス・クリックが DNA の構造を解明した。オーストラリアのアデレードに生まれる。感受性の強い少年で科学と数学に早くから興味を示した。父はアデレード大学で物理学と数学の教授を務めていたヘンリー・ブラック。5歳の時に三輪車で転んで腕を骨折し、父がその直前に知った。 ビルヘルム・レントゲンによる X 線の発見を思い出し、検査に用いた。これはオーストラリアにおける X 線の医学的応用の最初の例という。ブラックは優秀な学生だった。1904年、14歳でアデレード大学に進学し、数学、科学、物理学を学び、1908年に卒業。同年、父がリーズ大学での教授職を提供され、一家で、 イングランドに戻った。ブラックは1909年の秋に、ケンブリッジ大学トリニティカレッジに入学したが、肺炎を患って病床にいたため試験を受けなかったにもかかわらず、数学の奨学金を授与された。当初は数学に才能を発揮していたが、物理学に転校して1911年に、主席で卒業。1914年にはトリニティカレッジのフェローシップに選ばれた。 トリニティカレッジのフェローシップは論文の提出や諮問に関わる。X 線結晶学の研究ブラックは結晶による X 線解説についての法則、ブラックの法則でよく知られている。これにより結晶格子で解説した X 線ビームから結晶内の原子の配置を計算できるようになった。これを発見したのは1912年で彼が ケンブリッジで研究生として過ごした最初の年のことである。彼はそのアイデアを父に話し、父はリーズ大学で X 線分光計を開発した。この装置により様々な結晶の分析が可能になった。音響即位の研究第一次世界大戦中は軍事研究を行ったが、間もなく1915年に父と共に25歳でノーベル物理学賞を受賞した。 この受賞当時の25歳という年齢は、物理学賞のみならず、前後部門を通しても、史上最年少記録として知られていた。2014年に、マララユス不在が17歳で、ノーベル平和賞を受賞するまで99年間に、わたって、史上最年少記録を維持し続けていた、大記録である。記録を抜かれた現在においても総合では、 史上2位の記録であり、自然科学系の受賞者としては、現在も史上最年少記録である。ブラックの研究は、第一次世界大戦と第二次世界大戦の時に中断された。どちらの対戦中もブラックは、敵の兵器の位置を特定する音響測位法の研究に従事した。第一次大戦の際には、ミリタリークロスと大英帝国勲章のオフィサーを授与された。 また、1916年6月16日、1917年1月4日、1919年7月7日の3回、白洋艦島賞を授与されている。1915年9月2日、兄弟がガリポリの戦いで戦死した。その直後、ノーベル物理学賞受賞の知らせを聞いている。ブラックは25歳であった。対戦と対戦の間は、 1919年から1937年までマンチェスター・ビクトリア大学で物理学の教授1937年から1938年までイギリス国立物理学研究所の所長を務めた第二次世界大戦後はケンブリッジ大学に戻りキャベンディッシュ研究所を小さい研究グループに分割する改革を行った彼は 理想的な研究組織は6人から12人の科学者と若干の助手で構成されると信じていた。タンパク質の研究1948年頃には、X 線によるタンパク質構造の研究に関心を持ち、物理学の知識を生物学の研究に応用する研究グループを作ることに貢献している。1953年、所長を務めていたキャベンディッシュ研究所で、 フランシス・クリックとジェームズ・ワトソンが、デオ・キシリボ核酸の二重螺旋構造を発見した際にも重要な役割を演じている。DNA の構造を解明したという発表は、まず1953年4月8日に、ベルギーで開催された、タンパク質に関する学会で、ブラックが発表した。しかしこれは全く報道されなかったため、彼は1953年5月14日に、 ロンドンの医学校で再び発表し、ロンドンの新聞が翌日ホワイユーアユーニアラーシークレットオブライフと題した記事を掲載した。ブラックは40年前に開発した X 線を使った技法がこの生命の本質に迫る発見に重要な役割を果たしたと知って喜んだ。同じ頃キャベンディッシュ研究所ではマックスペルーツがヘモグロビンの構造を解明する研究を行っており、 あとにこちらもノーベル賞を受賞している。ブラックはクリック、ワトソン、モーリス・ウィルキンスをノーベル賞に推薦し、彼らは守備よく1962年のノーベル生理学・医学賞を受賞した。ウィルキンスはキングスカレッジ・ロンドンで X 線解説を使った研究をしており、クリックとワトソンの DNA 構造の解明に貢献している。 ウィルキンスの同僚だったロザリンド・フランクリンが撮影した X 線写真フォト51によって DNA が二重螺旋であることが判明した。しかし、フランクリンは受賞前に亡くなっている。1965年、ロンドン王立研究所の D.C. フィリップスらが、ブラックの指揮下でリゾチームの310ヘリックス構造を発見した。ブラックは1921年に結婚し、 4人の子を設けた。絵を描くこと、文学、ガーデニングを趣味としていた。ロンドンでは自宅に庭がなかったため、身分を隠してパートタイムの庭師として働いたこともあり、庭師として出入りしていた家に、ブラックを知る人物が客として訪れ、驚いたという逸話がある。1971年、自宅にほど近いサフォーク州イプスウィッチの病院で死去。去年81。 1921年、王立協会フェローに選出。1941年には、ジョージ6世によって、ナイトに上され、王立協会からは、コップリメダルとロイヤルメダルを授与された。1967年、エリザベス2世からコンパニオンズ・オブ・オーナー勲章を授与された。1992年、オーストラリア物理学会は、ブラック親子を記念して、 オーストラリアの全大学の物理学系の学位論文から最優秀なものを選んで表彰するブラックゴールドメダルフォーエクセレンスインフィジクスを毎年授与している。ありがとうございます。